浜洋先生です。医療関係でね、ちょっと気にかかったんですけども、私はね、横浜国立総合労災病院ですかの、だいぶ前ですけど、創業の仕事もしてるんですけれども、ちょっと呼び名は変わったかもしれないし、言い方がちょっと違ったかもしれませんけどね。私のはコンピューター関係なんですね。医療関係の専門はね。ちょっと気にかかるのは、血管なんかを縫い合わすときですね、外科が手で持って縫い合わせるんですけれども、これね、ミシンマシン、医療用の血管つなぎ用のね、精密機器でね、作れるんですよ。これをもうちょっとちゃんとしないといけない。まあ血管1ミリぐらいの太さからね、5センチぐらいの血管をね、簡単につなぎ合わせられる血管つなぎ合わせミシンですね。縫ってくれると自動で。細いところを通してですね、的確にね、縫い合わせができるっていう、血管をね、つなぎ合わせるは、ことが一瞬にね、できるマシン、3秒ぐらいでできるわけですよ。小型精密ミシンね。医療用の、縫い合わせですね、細かいところの手が入りにくいところにね、2本を合わせれば、ね、そこで自動で血管を縫い合わせてくれると。もう丁寧にね、3秒ぐらいでドゥルルルってミシンですね。この開発をもっと進めていただきたいですよね。これ命に関わるんでね、血管つなぎにね、時間かかって大変なわけですよ。外科はね、医者のね、そういうのを見てるとね、私は工学の方が博士なんでね、まあ言うなる SF で映画で出てくる石棺というね、なんか中に入ると人が生き返ってしまうという SF 映画でね、これを開発してるわけですね、私は。将来ね、のためにね。だからコンピューター制御なんですね。で、今の段階ではそんな機械はまだ作れませんから、人間たちには作れませんからね。とにかく縫い合わせマシンですね。できればね、脳外科でも使えるようにね、間違って血管切っちゃったと。つなぎ合わせができないんですよ。簡単にね、もう細かいところだとね、もう死んじゃうわけですね、それだとね。で、また体のあちこちでも血管をつなぎ合わせないといけないということがありますから、簡単にね、ミシンでね、のようにね、もう的確に細かいものをね、チューブ、血管のホースですね、これをね、3秒ぐらいでずるーってミシンできれいに確実にね、漏れないように、血液が漏れないようにつなぎ合わせができるってね、これは大事なんですね。まあ糸なんかはちゃんとね、溶け込んで害にならない、あとはくっついたらね、溶けてしまうんですけどね。ミシンですね、
構造はね、もう本当にですね、細いところから入れてですね、5ミリぐらいの幅でね、突っ込められる直径、まあ、1センチ以内ですね、直径1センチぐらいでね、血管に当てるだけでね、つなぎ合わせてくれるというね、こう簡単にできることが大事なんですよね。他でも血管じゃなくても細かいところをつなぎ合わせるっていうのは、そのいろいろな外科用のね、ミシンですね、きれいに正確にね、これ手でね結んでってね、言ったらたまんないわけですよ。それ正確にね、簡単にねつなぎ合わせてくれるという、そういう外科用のミシンね、この開発をしていただきたいね。ロボットなんかもだいぶ頑張ってるんだけども、そういう細かいね、ハンディでね、で調子悪かったらすぐ別の新しいものとすぐ交換できるように予備をいくつも用意しておいてね、それでいざつなぎなかったら死んじゃいますからね、患者ね。このね、研究開発を進めていただきたいと思いますよね。こんなのちっちゃいもんだって何千万かかったっていいんですからね、縫い合わせの外科用の縫い合わせ用の精密の細かいやつですね、血管つなぎ用のミシンですね、ね、これぜひね、できることですよ、ね、大変難しいですけどもね、最も疲れますからね、そんなようなね。